万世博覧会のテロについて垂れ込みをしたのはこの私だ。テント裏にマッチを置いたのも君が拾うように私が仕向けたんだ。一つはバークー島の連中の頭を冷やさせるためだ。いくら同じ上位志士とはいえ、何でも破壊すればいいという奴らの思想には賛同できない。暴力で物言う時代は終わったのだ。万世博覧会にはたくさんの人々が喜んで足を運んでいる。テロが起これば罪のない一般市民も巻き添えになる。江戸の町がどうなろうが私の知ったところではない。だがそこで暮らす人々の幸せは別だ。目的を遂行するためとはいえ、無関係の者たちを巻き込んでもよいなどという道理はない。それ奴らは私のうまい棒をコーンポタージュ味から納豆味にすり替えたのだ。私は奴らを絶対に許すわけにはいかない。そこで3つ目だ。単刀直入に言おう。ぜひ君に我々の同志になってもらいたい。先日博覧会で君の絵を見させてもらった。実に素晴らしかったな。君のその力があればイラストで上位の志を宣伝することができる。そうすれば志を同じくする同志も増えるというものだ。どうだろう、我々の同志になってはくれないか。なんなら君の記憶を取り戻す手がかりを探してあげてもいい。考えてはくれぬか。その件は水に流そう。君のためにも言っているのだ。今のままの暮らしを続け、君は自分を取り戻すことができるのか。我々の情報網を甘く見てもらっては困る。君のこととておおよそのことは掴んでいるのだ。君とて辛い思いをしてまで奴らに義理立てすることはあるまい。もちろんだ。約束しよう。そうか、きっと君ならそう言ってくれると思っていたよ。では明日また会おう。おい、ソラ君、そっちは見つかったか。近藤さん、こっちも言いやせんでしたぜ。そっか。山崎、そっちの守備はどうなってる？はい、とりあえずメンバー全員抑えました。これでもうテロの心配はないかと。そうか、それじゃあひとまず撤収だ。カツラはまた改めて探す。了解。ん？どうした？青い顔して。初めての山でビビったのか。ったく、これだからガキは。
どうする？そうか、残念だ。君とは分かり合えると思ったんだがな。またいずれどこかで会おう。ソラ君、大丈夫か？いや、怪我がないなら何よりだ。今度見かけたらいきなりぶっ放ししまいやしょう。てめえの場合いつものことじゃねえか。それで桂の野郎は何言ってやがったんだ。気にすることはないぞ。そのために監察の山崎がいるんだからな。ってことは何か情報は入ったの？うん、アジトを抑えてメンバーを拘束したとのことだ。これで未然にテロを防げたわけだな。ま、カツラが何か企んでるなら泳がせておけばいずれ出てきました。とにかく今日はこれで撤収だ。ご苦労だったな、佐田君。